あと9周。あと9周。次で8周になります。エリオ・チルトン捉えるか。ちょっと最後にしちゃ、たくまさんドラッグが多いかもしれないですね。ドラッグ多いね、多分。ダウンって、多分エリオは抜けると思います。チルトン1回は。ウィングレッドが取るって良かったかもしれないですね、ちょうどね。そう、逆にね。もちろん佐藤タウンまだ諦めていない。これ3台目にいるから、うまくいくとまたいけるんだけど、チップガラシはこの状況を狙ってダウンホースを減らしてレースに行ってるわけですからね。そうか、まあディクソンもね、そうです、ここにターゲットしてる、まあ、チルトも同じセットアップで行ってるかわからないんですけども、でもこれ拓磨選手としてはエリオがチルトン行くタイミングで一緒に行き、もちろん行きたい、ね、行きたいですよね、うん、抜けないですね。ああ、でもエリオでもチルトもなかなか捉えられない。捉えられない。ターン1に、ターン1に向かってアゲンストなんですって、はい、ああ、エリオ並んだ。チルトンとサイドバイサイド、エリオ前に出た。タクマも行く、これ行けるよ、タクマも行く、いけるいける、チルトンと並べるか、いける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 、タクマ行ける、タクマ行った、タクマ行った、サイドバイサイド、サイドバイサイド、タクマ2番手、2番手、エド・ジョーンズも行った、いや、エド・ジョーンズは抜けない、佐藤タクマ2番手、エリオ・カストロネウス対佐藤タクマ、次へのゴリゴシュ、これはこれは十分いける、いけるいける、4回目のチャンピオンを手にするカエリオ・カストロネウス、日本人として歴史に名を残す初のインディ500優勝となるか、佐藤拓磨入った入った入った入ってますね、残り5周、拓磨並ぶ、エリオと並ぶ、エリオと並ぶ、拓磨前に出た、前に出た、すごいすごいものを見ている、今残り4周、残り大丈夫、はい、今無線でね、集中しろと、さあその、そのこの状況をロジャー・ペンスキーが見ている、次へ残り4周、なかなかきついな、きついな、これ、最後、どのタイミングですかね、これ、だから、拓磨選手がきついのは、ドラッグですか。いや、まあ、ここエリオとはほぼ同等だと思います。あ、なるほど、はい、だからエリオもこれ仕掛けられるとしてあと何回、1回でしょうね、だからそのあと何周で前に出るかっていうのは考えてると思うんで、はい、これでも本当ギリギリの、もしかするとクローズドフィニッシュになるかもしれません。しかし今残り4周、3周になろうというところで、佐藤拓磨、日本人ドライバー佐藤拓磨が現在インディ500のトップ、残り3周、エリオ・カストロネウスが近づけない、エド・ジョーンズも近づけない、佐藤拓磨は今日レースファーストスト、エリオ・カストロネウスいつ仕掛けるのか、仕掛けられないのか、あ、これいけるかもしれないですね、これはいけるかもしれない、この2周がこの感覚で終わってるんだったら、ちょっと入ってこれないんだ、エリオが入ってこれない、あ、でもこれここからアゲンストの1コーナーまで、あー、これはこれは入られた、エリオが入った、並んだ、入った、いやー、無理だ、いけない、いける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 、佐藤拓磨いける、これはいける、次はホワイトブラックだ、さあ、あー、これいけるぞ、いけるぞ、さあ行け、さあ行け、もう行け、これいける、大丈夫大丈夫、慎重に慎重に、神よ、これで1コーナー抑えたらチャンスですよ、次ホワイトブラック、ホワイトブラック、ホワイトフラッグ、ファイナルラップ、ファイナルラップ、さあみんな、みんな見てるか、この
ギャップなら大丈夫ですね。これは大丈夫大丈夫。うわー、こんなことが。Castroneves tries to close. Sato tries to defend. Two corners until the checkered flag. さあ、来た。さあ、この瞬間を待っていた。佐藤拓磨、日本人ドライバーとして ET500 達成。佐藤。夢じゃないでしょうね。夢じゃないでしょうね。これすごい。いやすごいやった。こんな光景を見られるなんて。いや、これはね、チームメンバーにみんなにお礼を言ってます、はい、で、予選の時も本当チームの力で勝ち取った予選4番手だと何度もそう言っていたので、はい、この勝利もやっぱ佐藤拓磨選手にとってはチームの勝利だと、はい、やっぱまずは言いたいんでしょうね。すごい歴史。いや拓磨選手勝ちますからね。これはどう、万歳三勝とかいけばいいんですかね。はい。佐藤拓磨が帰ってきました。いやもうこれもね。エリオ・カストロ・レベスが祝福している。なんて美しい光景だ。夢のような光景です。佐藤拓磨がインディ500のビクトリーでこのブリックヤードの上、
やちょっといざ怒ってしまうとなんかもう本当にって思ってしまいますね。いやおめでとう。すごい。There are few celebrations in sports as steeped in tradition as this one. First, the victory wreath. The Firestone hat is already there. Next comes the ceremonial sip of milk and salute to the fans. そして佐藤拓磨の魅力を飲む姿。And now, the kiss from the Indy 500 princess.We will walk in, he gets a big hug, and he's going to dive into his crew here. Oh my gosh, what an impressive run. I can't believe it. Takuma, you did it. You did it, my friend. Describe this moment. Unbelievable feeling. Oh, I can't thank you to the whole team. Look at these guys. Fabulous show. My grand retreat, my goal is...100 euro sports and everyone, and of course, Rufo, home mortgage, just broke in a prime sponsor, Panasonic Honda, Firestone, fantastic. You battled one of the all-time veterans in Elio Castro, and that was those final four or five laps. He passed you, then with three to go, you passed him back. Take us back through that move. Here's Michael Andretti. Oh my gosh. How about that for joy? Take us back about the move of passing Elio. It was obviously the tough race, but Helio really drives fair, in really fair. So I can trust him. I can really, coming from outside, and it's fantastic, fantastic race. Hopefully a crowd enjoyed it. In 2012, you came so close with Dario. You didn't get to finish. What did you learn that day that helped you win it today? Well, this time I'm pointing right direction at Tomani, didn't I? So it's beautiful. You know, I grabbed something I left over in 2012, and thanks everyone. I can't thank enough to everyone's support. They say this racetrack, she chooses who wins. At what point today, at what point in those final laps did you think, I've been chosen, it's me today? Well, really, until three laps to go, we really didn't know. And when Elio came to the side-by-side three laps to go, that was the moment, you got to go for a turn on the flat. And we did it, and we pulled away, and it's fantastic. Congratulations. Thank you. Ladies and gentlemen, your 2017 Indy 500 champion, Takuma Sato.2017年5月29日日本のモータースポーツ界に永遠に刻まれる第101回インディアナポリス500マイルレースはアンドレッジオートスポーツの佐藤拓磨選手がついに日本人ドライバーとして初のインディ500ウィナーとなりました。